はい、ドキドキ文芸部やろうと思います。これさ、スチームで日本語がなかったんだけど、あのモッドっていうの初めてやってみて無事に入れられたので、名前どうしよう。多分主人公って男だよね。丸にしとく。ちょっと待って、日本語の方がいいか。日本語なんのか。なるあれ、オッケー。なんかこれも話題になってたよね。声はないのか。おはよう。これロー、ん？スキップヒストリー。ヒストリーってなんだろう。昔のあれか。王とか。女の子が手を振りながらこちらに走ってくる。さより、近所に住んでる幼馴染。友達にしたいとは思わないが、うまくいってるのは幼なじみだからだろうか。一緒に登校してたが、高校生になってから彼女が寝坊が多くなり、待つのがだるくなってきた。追いかけてくるならいっそのこと逃げてしまおうかと思う。やれやれと横断歩道の前でさよりを待った。はあはあ、また寝坊しちゃった。でも今度は追いついたからね。そりゃ俺が立ち止まってお前を待ったからだろう。まるで私を無視するつもりだったよね。言い方じゃん。丸の意地悪。そりゃへんてこなお前を見た通りの周りの人が俺たちがカップルか何かと思われたくない。はいはい。でも結局私を待っててくれたんでしょ。意地悪したくてもできないんだね。なんとでも言っとけよ、さより。えへへ。道路を渡り学校へ歩みを進める。学校に近づくと通学路は他の生徒が徐々に増えていく。ところでさ、まだ入る部活は決めてないの？部活？部活には興味ないって前から言ってたはずだが、だぎゃ。それに探してもいない。そんな。今年は部活入るって言ってたじゃん。言ったか？いつものように彼女の話に合わせて適当に返事をしてた時、言ってしまった可能性は十分にある。暇な時間大抵アニメゲームやって、満足なのに。ああもう、私はマロが大学に行く前に社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配だって言ってるの。マロの幸せは私にとっても大事なんだから。今楽しくやってるみたいだけど、数年後馴染めずニートになってる姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。ちゃんと言うこと聞いてくれる？腕が短いね。私を心配させないでよ。わかったわかった。おせっかいな幼馴染みたいな感じ。そんなに言うならいくつか部活を見てみるよ。約束はできないけど、少しは努力するって約束してくれる？まあそれくらいなら。やったー。どうして俺はこんなのんきなやつに説教されることを許してるんだ。それどころかこうやって従ってしまうことに驚き。俺のことを過剰に心配してる様子を見ると少しくらい安心させてやりたくなる。脳内のことを大げさに捉える癖があっても。普段通りの学校生活はいつの間にか終わって、荷物をまとめ自分の中のやる気を探し壁をぼんやり眺める。部活か。さよりは俺にいくつか見学してほしいようだった。アニメ研究会から始めてみるしかないな。やっほー。さより？ぼんやりしてる間、さよりが教室に入ってきた。周りを見て教室で残った最後の一人ということに気づいた。教室から出るとこで声をかけようと思ったけど、座ってぼーっとしてたから入ってきちゃった。たまに私よりもだらけてるよね。感心。部活に遅れそうなら待たなくてもいいよ。ちょっとした励ましが必要かなと思って。それに私の分に来てもいいんだよ。お前なあ。うん。俺はそこに行くはずないだろ。ケチ。さよりは文芸部の副部長。文学に関心を持っていたなど気づいたこともない。実際部の新設の手伝いをするのは楽しそうというだけで参加したのだと確信してる。部を提案した人が初めての提案賛同者だったから、副部長に。文学なんて彼女より興味ないこと受け合いだ。じゃあアニメ部に行ってくる。お願いだから来てくれない？どうしてそこまで必死なんだよ。
だって昨日みんなに新入部員連れてくるって言っちゃったし、それに夏希ちゃんがカップケーキとかいろいろ作ってきてるし、へへへ。守れない約束なんてするなよ。さゆりは本当にアホの子なのか計算ずくなのかわからない。俺は大きくため息をついた。わかった、カップケーキに免じて寄るとするよ。やった、よし行こう。カップケーキに魂を売った日、やれやれと思いながら後をついて校舎を渡り階段を上る。着いたのは学校の中でも普段は3年生の授業や活動で使用され、自分は滅多に行くことがない場所。さゆりは元気いっぱい勢いよく教室のドアを開けた。みんな新入部員が来たよ。俺を新入部員って呼ぶなって。教室を一目見回した。ようこそ文芸部へ、お会いできて嬉しいです。さゆりちゃんからあなたのことはよく聞いています。髪長い。正気男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。あ、マール君よく来てくれたわね。ようこそ文芸部へ。左の子が可愛いかな。あ、この子メインか。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。あんたどこ見てんのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。ごめん。夏希ちゃん。ふん。この子はこういうから。当たりの強いこの女子は初めて見る子。夏希というらしい。小さい容姿からして1年生だろうか。さゆりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。不機嫌な時は放っておいていいよ。さゆりはそう俺に耳打ちし、みんなの方へ向き直した。とにかくこの子が夏希ちゃん。いつも元気いっぱい。こっちがゆりちゃん。この部で一番の秀才。そんな風に言わないでください。他の子に比べ大人っぽく臆病そうなこの子はゆり。さゆりや夏希のようなタイプと一緒にやっていくのに苦労してそう。二人ともよろしく。それと聞いた感じ、モニカとはもう知り合い？ええ。モニカ、また会えて嬉しいわ、マル君。モニカは優しく微笑む。あ、俺たちは去年同じクラスだったからお互いのことは知ってる。とはいえ滅多に話さない。容姿端麗、文武両道。クラスで一番人気の女の子。要するに高嶺の花。だから彼女に微笑まれて、なんというか。こっちこそ。こっちに座って。スペース作ったから私かモニカちゃんの隣が空いてるよ。カップケーキを持ってくる。ちょっと私が作ったんだから私が持ってくるわよ。ごめん、ちょっと楽しみすぎて。それでは私はお茶を入れますね。おしとやかキャラか。机が並べられて作られたテーブル。さゆりの言った通り、モニカとさゆりの隣が一つずつ空いてる。夏希とゆりは教室の隅に向かい、夏希はホイールで包まれたトレイを出し、ゆりはクローゼットを開けている。未だに気まずさを感じつつ、俺はさゆりの隣の席へ。夏希はトレイを持って誇らしげにテーブルへやってきた。準備はいいかしら。じゃじゃん。うわー。夏希がアルミホイルをめくると白く可愛い子猫のようなカップケーキが12個顔を見せた。猫のひげはアイシング、耳は少量のチョコ。すっごく可愛い。夏希がお菓子作りが得意だったなんてね。えへへ、まあね。早く食べてよね。さゆりは一つ手に取り、モニカと俺も続いた。おいしい。さゆりはカップケーキを口いっぱいにして話し、顔にアイシングがついてる。俺は食べやすい向きを探しカップケーキを回す。夏希は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の視線を気にせずにはいられない。俺が食べるのを待ってるのか。ついにカップケーキを口に。アイシングは甘く風味出たか。これ本当に夏希が作ったのか。これすごくうまいぞ。ありがとう夏希。何言ってるの。別に。どこかで聞いたことあるような。別にあんたのために作ったわけじゃないし。え、実際そうなんじゃないの。さゆりもそう言ってたし。まあそうね。でもあくまで新入部員のためで、あんた個人のためじゃないんだから、バカ。分かった。夏希の変な論理に降参し、会話を終わらせる。ゆりはティーセットを抱えテーブルに戻ってくる。慎重にティーカップを置き、カップケーキのトレイの隣にティーポットを置いた。教室にティーセット置いてんのか。大丈夫です。ちゃんと先生方の許可はいただいてます。
それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょ。ああ、そうだな。そんなに怯えなくてもいいわ。ユリはただあなたの関心を引こうとしてるだけよ。え、そんなこと。からかわれユリはそっぽを向く。私はただその。わかってるよ。まあお茶を飲みながらの読書は馴染みない習慣だけど、お茶は普通に好きだから。よかった。ほっとしたようにかすかに微笑むユリ。モニカは眉を上げ微笑んできた。そういえばあなたはどうして文ゲームに入ろうと思ったの？この質問が来るのを恐れていた。さよりに引きずられてきただなんて言うべきではない気がする。まだ部活に入ってないし、さよりがこの部活ですごく楽しそうにしてるみたいだから。それでいいのよ、恥ずかしがらないで。この子メインっぽいのかな。あなたが居心地いいって感じられるようにしてみせるから。文ゲームの部長として楽しくワクワクするような場所にするのは私の義務。モニカ驚いたよ。どうして自分の部を立ち上げようと思ったんだ。モニカならどんなメジャーな部でも幹部になれただろう。去年はディベート部の部長じゃなかったっけ。あはは、まあそうだったんだけど。大きな部の部内政治にうんざり。予算か宣伝かイベントのことしか話してない。そんなことしてるより自分が好きなものを通して特別な何かを作りたかったの。それで誰かを文学の道に引き込めたら本望。モニカちゃんは最高のリーダーだよ。ユリも同意してうなずく。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だったろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。みんなに楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで、そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわね。私は卒業するまでこの部がみんなでもっと大きくなる自信があるわ。でしょう、みんな。うん、最善を尽くします。当たり前でしょ。みんな熱意を持って同意する。違う女の子たちが一つの目標を目指してる。この3人を集めるのにモニカは相当苦労しただろう。これさ、なんかまだ平和だけど多分結構グロい展開になるんだよね、多分ね。普段どんな本を読まれてるんですか。ああ、漫画？本読んでないので何と答えればいいのか思いつかない。漫画とか冗談交じりにつぶやく。夏樹の頭がピクンと反応。言いたげだが黙っている。あまり読書家ではないのですね。今後の変化の余地はある。まあ本読むのめんどくさいよね。でもこういうノベルゲーだと読んでる気分になれるからいいわ。ユリは？ですね。この名前呼び捨てなのも。まあでも名字ないもんな。複雑な世界観を持ったファンタジーが好き。世界観を支える創造性、職人芸の凄さ、目を見張るものがあるんです。異世界で語られる素敵なストーリーも感動的。とても情熱的。彼女は人より本の世界に安らぎを見出すのだろう。他にも様々なものが好きです。奥深い心理的要素を含む物語には夢中になってしまいます。作者が読者の、想像力不足を逆手に取って驚かせに来るなんてすごいですよね。最近よく読んでるのはホラーなんです。ホラーなら俺も一度読んだことがあるな。リング？低レベルな自分が乗っかれる話題を必死になって掴む。ユリでは石とでも会話してる方がマシだ。本当に？ユリがホラー好きなんて意外。こんな穏やかな人がホラーを読むとはね。そうかもしれませんね。でも作品に考えさせられたり異世界に連れてかりすると本当に止まらなくなってしまいます。シュールレアリズムホラーなんて少しの間だけかもしれませんが、世界の見え方が変わってしまうこともありますから。私ホラー苦手。どうして？だって私。夏希の目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。何？夏希は可愛いことを書くのが好きだものね。そうでしょ？ははどうしてそう思うのよ。前の部活の時夏希が下書きの紙を置き忘れてて、どうやら詩を書いてたみたいね。タイトルは
読むな。それとその紙返して。はいはい。えへへ、なつきちゃんのカップケーキになつきちゃんの詩。なつきちゃんはやること全部かわいいな。さゆりはなつきの後ろに移動して肩に両手を置いた。かわいくない。なつきって詩を書くのか。え、まあたまにね。なんか問題ある？いや、すごいなって。他の人に見せたりしないの？いやよ。恥ずかしい。恥ずかしいよね、作品ってね。そんな気に入られるようなものでないし。ああ、まだあまり自信ない感じか。夏希ちゃんの感じてること分かります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよ。自分に向けられた書き物こそが真の書き物。見せるときは読者に対し心を開き、自分の弱さを晒し、自分の心の深いところを見せるつもりでなければならない。ゆりも執筆の経験が？ゆりが自分の作品を見せればいい見本になって、なつきが自分を見せるときに気が楽になるんじゃないの？同人誌とかつくんじゃないの？文芸なら。ゆりもなつきと同じみたいだな。みんなの詩読みたかったな。少しの間黙り込む。オッケー。みんな一つ考えがあるわ。夏希とゆりはいぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして次に会うとき、みんなお互いに見せっかしましょう。そうすればみんな平等。イエーイ、やってみようよ。新入部員も入ったことだし、お互いをもっとよく知ったり絆を深めたり、いい機会になると思う。そうでしょう、丸くん。モニカはまた温かく微笑んだ。ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。え、何かしら。ああ、入部の話ね。入部するなんて言ってない。さゆりに説得されて寄っただけで何も決めてない。見学したい部活もあるし、あと話そうとしたことが飛んでしまった。4人の女の子は失望の眼差しでこっちを見る。でもごめんなさい、てっきり。ふん、まる、みんな俺はこの子たちには無力だ。冷静な判断を下せると思うか。この子たちと毎日を過ごすために詩を書くことが必要だというなら、そうだな。よし、決めたよ。俺は文芸部に入部する。おお、彼女たちの目が輝く。やった、すごく嬉しい。さゆりは俺に腕を回し、ぴょんぴょん跳ね上がる。 おい、本当にびっくりしたんですよ。カップケーキのためだけに来てたら超怒ってたんだから。これで正式ね。ようこそ文芸部へ。うん、ありがとう。これ多分みんなのルートあんだよね。多分マルチエンドだよね。部活終了、お疲れ様。今日の宿題忘れないでね。次回の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向ける。自分をどう表現するのか楽しみにしてる。えへへ。ああ、三流の文章力でクラスのスターのモニカにいい印象を与えることができるんだろうか。不安が湧き上がってくる。女子たちはおしゃべりを続けていた。どうせ今一緒なんだし一緒に帰らない？さゆりはいつも部活で学校に残ってたので、さゆりと俺が一緒に帰ることはもうなかった。ああ、そうするか。やったー。俺とさゆりは部室を出て一緒に帰ることに。4人の女の子のことを思い浮かべる。なんか変わった門中平だね。夏希、ゆり、そしてモニカ、さゆりとね。幸せになれるんだろうか。誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかも。まあ普通そうだよな。よし、うまく利用して幸運を手にしてみせる。雑草生えすぎじゃないこの家。あ、何これ、書けんの？なんか選ぶのかな。あー、
孤独だったらこっちとか、こんなのあるんだ。え、なんか動いてるけど、これは勝手に動いてんだ。何か一緒に、どうするの、これ選ぶんだよね。捕虜って何。一緒にベッドだって、タイだ、靴、これ戻れんのかな。あれ、ああ戻れない。一緒にどうしよう、祈り、ベッド、アニメにする、アニメ無能欲求かな、分析、これさマルチエンドだよね多分。冒険、魅力、ネバネバって何これ、気まぐれ、悲惨、虐殺だって。多分さグロテスクなんだよねきっとね。水着にする、これめちゃくちゃでもいいんだよね多分。休暇、執着、あお腹鳴ってる、キス、キスにしとく、抱擁でもいいか、生き生きのがいいかな、墓地、口笛、電気、これで変わってくんのかな。なんかさこのゲーム始める前にそのうつ病とかなんだっけ、なんたらこんたらの人は気をつけてみたいなこと書いてたんだけど、グロテスクな表現が苦手なあれかな。決意、ピュア、ピュア、渦巻く涙、ロリポップってどういう意味だろう、天部、20個もあるの、特別、最高失礼、最高、生命力いいね、熱心もいいな。これで変わってくるのかな、自殺とか、この急にこういうの入れてもいいのかな、いいこと、いい感じの、楽しいピカピカ、ピカピカにするか、要求無限、結婚無限、パーティー、不一致、愛らしい、ファンタジー、ネズミ、イローパフェ、これ悪い言葉ばっかりだったらなんかあんのかな、それか関係ないかね、運命、友達、飛ぶ、あクスクス、絶望、猫、チョコ、パパ、パパって何、3000、これエントロピーってなんだっけ、ハート、ホラー、ハートホラー、スネル、ふわふわ、暖かい、ふわふわ、喜び、満天の星っていいね、時間にするか、